何か餌はないかな。カモメは何を食べるんですか？遊覧船では専用の餌が売っていたけど、何を食べるんだったかな。やはりお魚なんでしょうか？いや、遊覧船の餌は魚じゃなかった気がする。私、キャビンから何か持ってきます。葵ちゃん、まるで小さい頃に戻ったみたいなはしゃぎぶりだな。カオル様、取ってきました。何を持ってきたの？これです。パンくずか。貸してごらん。あ、私にさせてください。いいけど。葵ちゃん。え？葵ちゃん。髪を引っ張らないで。こら、そこは。葵ちゃん、今助けるからね。大丈夫？葵ちゃん、髪の毛がちょっと乱れちゃったね。笑わないでください。恥ずかしいです。その髪型も可愛いけどね。もうカオル様が止めてくださらないから。俺が見せてあげようとしたんだけど、自分でするって。カオル様まだ笑ってる。笑いすぎです。なんだか昔を思い出すね。本当ですね。今回は昔に戻って楽しむのもいいかな。もう戻ってるみたいだけど。またカオル様ったら。カモメたちのおかげかな。雲行きが怪しいな。雨が降り出す前にキャビンに入った方が良さそうですね。そうしよう。間一髪だったね。ずいぶん激しいですね。みんなメインキャビンに集まってるみたいだね。カオル、よかったばい。ちょっと心配しとったとよ。海に落ちたとでも思った？先輩も葵さんも濡れなくてよかったですね。ええ、それにしても急に天気が崩れるなんて。日頃の行いが悪い人がいるようですわね。なんか引っかかる言い方ばしようね。あら、別に誰のこととは言ってませんわよ。こら、二人とも。怖いよ、お兄ちゃん。チカちゃん、もう雷が怖い年じゃないだろ。だって、船すごく揺れるし。心配いらないよ。みやびさんが運転しているから大丈夫さ。頭撫でてもらってると安心。チカちゃんたら。あ、チカリン、ちゃっかりしとうね。花火師様、眉も不安ですわ。今度見え見えやね。もう、眉の邪魔をしないでくださる？いつもいつも懲りずに。あなたこそいつもいつも邪魔をして。余計な口ばするけんたい。なんですって？
ともこの辺で。お姉ちゃんたち相変わらず仲がいいね。仲よ、仲ありませんわ。私も怖かったんだけど。今度のは激しかね。ずいぶん波が高くなってるみたいです。アナビス様、この船持つんですの？沈んだりしない？タイタニック号みたいになると？そんなことは。大丈夫なんですよね？ちょっと操舵室を見てくるよ。これだからこの辺りの天候は。ずいぶん揺れてきたけど。まだひどくなります。皆さんに注意するよう伝えてください。宮城さん、何か手伝えることは？ここは私が何とかいたします。キャビンの皆さんは何かに捕まっていていただいた方がいいでしょう。伝えるよ。それから葵ちゃんだね。よろしくお願いいたします。わかった。先輩、どうでした？さっきからどんどん激しくなっちゃったよ。壊れちゃうよ。心配ないよ。でも念のためにみんな何かに捕まっ。あっ、カオル様。カオル、船が傾く。助けて、花火様。先輩、怖い。カオル様、大丈夫ですか？大丈夫。みんな、俺に捕まって。はい、花火様。もう捕まってる。しっかり、離さないで。はい。もうダメです。頑張って。誰ね、ご足。いた、乱暴に扱わないでくださる？みんな、無事かな？無事でーす。すごかったですね。なんか、タイチンが言うと人ごとんごとは聞こえるね。喉元すぎればなんとやらとか。違う気がする。カオル様、お怪我は？俺は大丈夫。それより、ちょっと重たいな。あ、すみません。ごめんごめん。ほら、みんな離るとよ。はーい。名残惜しいですわ。せからしく。雨は上がったようですね。さっきまでの嵐が嘘みたい。みやびさん、無事で何よりでした。皆さんも特にお怪我はないようですね。船はどんな状態なんですか？岩場に乗り上げてしまったようです。動けなくなっちゃったんですか？
乗り上げたっちゅうこざ、今ギリギリでバランス取れとうぞ。嫌な音。転倒したら大変。長いは無用ですわね。とりあえず外に出た方がいいでしょう。わかった。じゃあみんな俺についてきて。はい。ゆっくりゆっくりね。違いますよね。何を能天気な。さっきまで死にかけてたんですのよ。大げさばい。ちょこっと船が揺れただけって。リナ先輩悲鳴あげてましたよ。そうやったかね。ちか、お兄ちゃんに捕まってたから怖くなかった。そう。カオル様のそばにいるとみんな安心できるんですね。クルーザーも今すぐ倒れるということはなさそうですね。ミヤビさん、何を？無線を使って助けを呼んでみます。大丈夫なんですか？ええ、皆さんはこの辺りで待っていてください。まったく、どうしてこんな目に遭わなければならないのかしら。あんたが勝手についてきたっちゃろうが。でもなんだかちょっと楽しいですよね。はあ？太一、相変わらずタフやね。さっきの嵐だってワクワクしませんでした？どんな神経してらっしゃるのかしら。まあ、太一の車に乗った時と比べたら大したことなかかもね。ねえ、私よく運転うまいって言われるんですよ。はいはい。本当にありがとうございました、カオル様。いや、俺も一瞬気を失っちゃったから。本当は怖かったんです。カオル様がいなかったら。大丈夫。いつもそばにいるから。本当ですか？うん。ミヤビさん、遅いですね。助けは呼べたかな？助かるさ。ミヤビさん、どうでした？残念ですが、無線は壊れていました。ということは？助けが呼べないの？修理はできないんですの？意外と破損がひどく、専門家でない限り無理のようです。そうだ、携帯電話はどうかな。試してみましたが、繋がらないようです。マユの携帯だったら。圏外です。どこにも連絡が取れないのですね。助けが来ない。そうだ、いきなり何なんですの？あんた、お月の保護者がおるやん。あ、そうですよね。2、3日連絡が取れなければ探しに来てくれますよ。そういえばそうね。2、3日ならちょうどいいバカンスじゃありませんか？また大臣はそげな楽しげなこつば。ティナ、顔が緩んでる。しかし、
そう楽観的にも考えてはいられません。何か問題があるのですか？食料が底をついてしまっています。え、予備を含めたら1週間分は積んであったはずですよ。あ、もしかしてギク。ティナさんがほとんど食べてしまわれました。いや、それはティナ、だって美味しいっちゃもん。呆れましたわね、あれだけの量を一人で食べてしまうなんて。しかもお菓子いっぱい食べちった。あれだけ食べたんですから、まるまると太った素敵な体型になりますわね。ごめんなさい。悪かったばい。そんなこと言われても食料が戻ってくるわけではありませんしね。あの、この島には食べられるものがあるんじゃないですか？そうか、自力で食料を調達すればいいんだよ。わあ、サバイバルですね。楽しそう。助けを呼ぶのに使えるものもあるかもしれませんね。食材は海のものも山のものもありそうですよね。タエ姉ちゃん、目が輝いてる。新メニューが作れるかも。では手分けして島を探索しましょう。私は花火様とご一緒しますわ。なんでそげんなると？あら、あなたにはそんなこと言う資格がおありかしら？それとこれとは別ばい。くじ引きで決めたらいいんじゃない？そうですね。賛成。それじゃあ、あみだくじで。では、結果を発表します。見ればわかるったい。最悪の結果ですわね。でも、自分で選んだ結果ですから。森で食べ物を探す係。ティナとマユちゃん。なんでよりによって。その言葉そのままお返ししますわ。私とチカちゃんは海で魚釣りね。頑張るぞ。私と葵様、カオル殿は島全体の探索です。では各自行動を開始しましょう。ジャリコ行くばい。偉そうに言わないでくださる。では行ってきます。期待して待っててね。それでは私たちも出発いたしましょう。はい。ちょっと待てよ、葵ちゃん、服を着替えた方がいいんじゃないかな。カオル殿、準備はよろしいですか？ちょっと待って。カオル様、どうかなさいました？着物だと森の中では動きづらそうだし、でも洋服を持ってるかな。やっぱり森の中を行くには洋服の方がいいだろうな。カオル様、葵ちゃん、島の奥は草が深そうだから、できたら洋服の方がいいんじゃないかな。